Wikipedia English writes that in Milan, within the Sforza Castle, there is an important legacy by Leonardo da Vinci, Sala delle Asse, a room with walls painted with a fascinating trompe l'oeil depicting trunks, leaves, fruits, nuts, as if it was in open air and not within a castle. However, no one knows how Leonardo created the wall painting and what for. What is it for human beings?イタリア・ミラノにあるスフォルツェスコ城にはダ・ヴィンチが描いたとされる奇妙な天井画があります。一般には部屋の中にあって部屋の外の風景を描いたものということになっています。木の幹や生い茂る葉、果物、結び目などが描かれていますが、本当にそうでしょうか。実のところダ・ヴィンチがなぜそのような絵を描いたのか、また何のためだったのか、誰も知りません。で、今日はその謎解きに挑戦してみます。広志林、浜松シティ、ジャパン。右上はラファエロ・サンチがアテネの学堂の中に描いているケルティック・ノツ、つまりケルト人の結び目模様ですが、ダ・ヴィンチは至る所で奇妙な模様を描き残しています。で、この模様について何かということなんですけども、ケルティック・ノッツなんですね。一般には三位一体を表す、つまりトリニティにつながる概念を表す結び目模様というふうに説明されています。ケルト人たちはこの結び目模様をですね、至るところに使っています。これも一応バックルということになっていますが、私林博士は言うなれば隠し十字架というふうに理解しています。この中に十字架が隠されています。つまり三位一体の十字架ということになりますが、それは今日のテーマではありません。で、ケルティックノッツはこのように至るところで使用されています。つまりダ・ヴィンチそして、もですね、このケルティックノッツを意識して、まあ、先のような模様を描いたのではないかというふうにも考えられます。もちろんそれを否定するものではありません。参考までにケルティックノッツの描き方を皆さんにもご覧いただけます。点を作っておいてですね、そして、まあ、一つのパターンを繰り返すことによって模様を作っていくという方法です。が、ダ・ヴィンチの絵の描き方はそのケルティック・ノッツとも違うようです。それについてアトリエ・バンディーニさんという方のホームページでは次のようなことを紹介しています。大変参考になる、ウェブサイトですから、そのまま紹介させていただきます。ダ・ヴィンチはこのようなですね、大変複雑な幾何学的模様と言ったらいいのでしょうか、そういう模様を描き残しています。で、アトリエ・バンディーニさんはですね、このダ・ヴィンチの模様を分析し、またその
書き方まで説明しておられます。で、簡単にそれを紹介させていただきますが、基本的な形を作って、そしてその右のような模様をですね、書き足します。そして下にその模様ができます。さらに右下のような模様を付け加えて、つまり上に重ね書きするわけですよね。そして左下のような模様を作り、さらにというふうにして、どん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 と模様を書き足していきます。そうしてできたのが右下の模様ということになり、それから色を取りますと、いわゆるダヴィンチの書いた模様になるというわけです。もう一度私林浩司の方で分かりやすく解説します。まあ、このような模様を最初に作るわけですね。繰り返しパターンを使うわけです。そしてその繰り返しパターンの中に、まあ、次々と別の繰り返しパターンを、まあ、上に上書きしていくということになるわけです。で、最終的にダヴィンチが描いた絵と同じになるというわけですけども、このアトリエ・バンディーニさんのホームページの方でもですね、コンピューターのない時代にどうやってこんな絵を描いたのか不思議だというような感想が書き添えられています。が、しかしどっこいということになりますが、それについてはもう少し後にもう一度検証しますが、もう一度別のパターンで考えてみたいと思います。基本的なパターンがあって、左下のようなパターンを付け足します。こうして次々とですね、パターンを上に上にと重ねていきます。そして複雑な模様ができるというわけです。そしてこの方法で描かれたのが、いわゆるミラノのスフォルツェスコ城の天井画というわけです。もう一度念のために別のパターンで考えてみたいと思います。まず基本的な繰り返しパターンを書きます。で、左下のようなパターンをですね、その中に書き足します。さらにこのパターンを書き足します。こうして、まあ、繰り返していますか、重ねながらですね、繰り返しパターンを上に上にと書き込んでいきます。そして出来上がったのが複雑な、いわゆるダヴィンチ模様と言ったらいいのか、あるいはケルティックノッツと言ったらいいのか分かりませんけども、こうした模様が描けるというわけです。そして最終的にこのような、まあ、これがね、基本的になったかどうかは分かりませんけども、このようなパターンができて、それをですね、絵画風に仕上げていった、葉っぱや木を描き足していったということになるのではないでしょうかということなんですね。そして現在私たちがスフォルツェスコ城に見るあの天井画になったというわけですが、これで驚いてはいけません。さらにそのスフォルツェスコ城の天井画には大きな謎が隠されていました。アトリエ・バンディーニさんのホームページによればですね、この絵の中には宇宙の、まあ、つまりは大法則を示す数字が隠されていたというのです。それを紹介させていただきます。まあ、このようなパターンができるわけですけども、ただのパターンではないということです。で、もう一度アトリエ・バンディーニさんのホームページを読んでみたいと思いますが、なんとそこにはフィボナッチナンバーが隠されていたというのです。逆に考えますと、フィボナッチナンバーの割合に応じて模様が描かれていたということになります。右上がレオナルド・フィボナッチです。で、フィボナッチはこんな数列を発見しました。正方形の面積を1とします。その左に正方形をくっつけます。今度はその上に正方形をくっつけて、そして辺一辺がですね、3になる、5になる、8になる、13になる、そして最終的には21、まだまだ続きますけども、この絵の中では21になるというわけです。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度繰り返します。一辺が1の正方形です。その正方形を横にくっつけます。そして今度は一辺が2、一辺が3、一辺が5、一辺が8、一辺が13、一辺が21の正方形をつなげていきます。
これが有名なフィボナッチ、まあ、数列ということになります。このフィボナッチ数列がですね、近年になって改めて見直されてきたのはですね、このフィボナッチ数列に従って小さいものでは DNA の形、そして大きいものでは宇宙の構造、例えば銀河の構造そのものまでこのフィボナッチ数列に従って形が決まっているという点です。それを皆さんにご覧いただきます。で、結論ということになりますが、今更改めて言うまでもありません。あのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はですね、つまりはこのような絵まで描いていたということになります。それがミラーノのスフォルテスコ城の天井画ということになりますが、さらにアトリエ・バンディーニさんのウェブサイトによればですね、その絵を今まで紹介してきたような二次元の、つまり平面の世界で描いたのではなくて、なんとあのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はですね、立体の、つまりドーム系のですね、空間 3D の世界に描いたということです。もうこれは人間技ではないということになるのではないでしょうか。詳しくはアトリエ・バンディーニさんの方のホームページにそれが紹介されていますので、どうかそちらをご覧になってください。今日はこれで失礼します。アトリエ・バンディーニさん、私の長い間の謎を解いてくださり大変感謝しています。ありがとうございました。You see trees on Mars in Mona Lisa. You see a
panoramic view of Mars in Mona Lisa. You see number 51 in Mona Lisa. Number 51 stands for Mars in Jewish gematria. The name of Mona Lisa is an anagram of Mars and Eon, God of eternity.Someday in the future you will reveal this fact. Someday in the future you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know who I was. And then you will know where I was from. Someday in the future you will reveal this fact.Someday in the future, you will know this fact. Then you humans will know what you are. Then you humans will know who you are. And then you humans will know where you are from. You humans, you are my son and my daughter. This is a message from Jesus Christ.After 1500 years. Vous voyez des arbres sur Mars dans la Mona Lisa. Vous voyez une vue panoramique de Mars sur la Mona Lisa. Vous voyez le numéro 51 sur la Mona Lisa. Numéro 51 représente Mars dans Gematria juive. Le nom de Mona Lisa est une anagramme de Mars et Eon, le dieu de l'éternité.Un jour à l'avenir, vous le révélez. Un jour à l'avenir, vous saurez ce fait. Ensuite, vous saurez ce qui était un. Ensuite, vous saurez qui était un. Et alors vous saurez où un était. Un jour à l'avenir, vous le révélez. Un jour à l'avenir, vous saurez ce fait. Ensuite, vous, les humains, vous savez ce que vous êtes. Ensuite, vous, les humains, vous savez qui vous êtes.Et vous, les humains, vous savez où vous êtes. Vous, les humains, tu es mon fils et ma fille. Ceci est un message de Jésus-Christ 1500 ans. Si vede alberi su Marte nel Mona Lisa. Si vede una vista panoramica di Marte sul Mona Lisa. Si vede il numero 51 sul Mona Lisa.Numero 51 sta per Marte in gematria ebraica. Il nome di Mona Lisa è un anagramma di Marte Ion, il dio dell'eternità. Un giorno in futuro si rivelerà questo fatto. Un giorno in futuro si sa questo fatto. Poi si sa che cosa è stato uno. Poi si sa che è stato uno. E poi si sa dove uno era da. Un giorno in futuro si rivelerà questo fatto.Un giorno in futuro si sa questo fatto. Poi l'uomo si sa che cosa sei. Poi l'uomo si sa chi sei. E poi gli esseri umani si sa da dove vieni. Tu, gli esseri umani, tu sei mio figlio e mia figlia. Questo è un messaggio da parte di Gesù Cristo 1500 anni. Ves árboles en Marte en la Mona Lisa.Se ve una vista panorámica de Marte en la Mona Lisa. Usted ve el número 51 en la Mona Lisa. Número 51 representa Marte en gematría judía. El nombre de Mona Lisa es un anagrama de Marte y Aeon, el dios de la eternidad. Algún día en el futuro va a revelar este hecho. Algún día en el futuro va a conocer este hecho. A continuación.Usted sabrá lo que era uno. Entonces sabrán que era uno. Y entonces sabrá dónde uno era. Algún día en el futuro va a revelar este hecho. Algún día en el futuro va a conocer este hecho. A continuación, los seres humanos sabrá lo que eres. A continuación, los seres humanos sabrá que eres. Y luego, los seres humanos sabrá de dónde eres.Usted, humanos, eres mi hijo y mi hija. Este es un mensaje de Jesucristo 1500 años. Y
你看，在火星上的树木中的蒙娜丽莎，你看，火星上的一个全景蒙娜丽莎，你看51号的蒙娜丽莎，编号51代表火星在犹太格马弗里亚的蒙娜丽莎，这个名字是火星和永旺，永恒的神的字谜。有一天，在未来，你就会发现这个事实，有一天在将来你会知道这个事实。然后你会知道什么是一，然后你就会知道谁是一，然后你就会知道一是从。有一天，在未来，你就会发现这个事实。有一天在将来你会知道这个事实，然后你，人类，就知道你是什么，然后你，人类，就会知道你是谁，然后你，人类，就会知道你是从哪里来的，你，人类，你是我的儿子和我的女儿，这是耶稣基督1500年的消息。あなたはモナリザの絵の中に火星に生える木を見ます。あなたはモナリザの絵の中に火星の風景を見ます。あなたはモナリザの絵の中に51という数字を見ます。51というのはユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。モナリザという名前は火星、マーズと永遠の神イーオンのアナグラムです。いつの日かあなたはこの事実を暴くでしょう。いつの日かあなたはこの事実を知るでしょう。その時あなたは私が何であったかを知るでしょう。その時あなたは私が誰であったかを知るでしょう。そしてその時あなたは私がどこから来たかを知るでしょう。いつの日かあなたはこの事実を暴くでしょう。いつの日かあなたはこの事実を知るでしょう。その時あなたたち人間はあなたたちが何であるかを知るでしょう。その時あなたたち人間はあなたたちが誰であるかを知るでしょう。そしてその時あなたたち人間はあなたたちがどこから来たかを知るでしょう。あなたたち人間よ、あなたたちは私の息子であり娘なんだよ。これが1500年後のイエス・キリストからの私たち人間へのメッセージということになります。
You see trees on Mars in Mona Lisa. You see a panoramic view of Mars in Mona Lisa. You see number 51 in Mona Lisa. Number 51 stands for Mars in Jewish gematria. The name of Mona Lisa is an anagram of Mars and Ion, God of eternity.Someday in the future you will reveal this fact. Someday in the future you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know who I was. And then you will know where I was from. Someday in the future you will reveal this fact.Someday in the future, you will know this fact. Then you humans will know what you are. Then you humans will know who you are. And then you humans will know where you are from. You humans, you are my son and my daughter. This is a message from Jesus Christ.After 1500 years. Vous voyez des arbres sur Mars dans la Mona Lisa. Vous voyez une vue panoramique de Mars sur la Mona Lisa. Vous voyez le numéro 51 sur la Mona Lisa. Numéro 51 représente Mars dans Gematria juive. Le nom de Mona Lisa est une anagramme de Mars et Eon, le dieu de l'éternité.Un jour à l'avenir, vous le révélez. Un jour à l'avenir, vous saurez ce fait. Ensuite, vous saurez ce qui était un. Ensuite, vous saurez qui était un. Et alors vous saurez où un était. Un jour à l'avenir, vous le révélez. Un jour à l'avenir, vous saurez ce fait. Ensuite, vous, les humains, vous savez ce que vous êtes. Ensuite, vous, les humains, vous savez qui vous êtes.Et vous, les humains, vous savez où vous êtes. Vous, les humains, tu es mon fils et ma fille. Ceci est un message de Jésus-Christ 1500 ans. Si vede alberi su Marte nel Mona Lisa. Si vede una vista panoramica di Marte sul Mona Lisa. Si vede il numero 51 sul Mona Lisa.Numero 51 sta per Marte in gematria ebraica. Il nome di Mona Lisa è un anagramma di Marte Ion, il dio dell'eternità. Un giorno in futuro si rivelerà questo fatto. Un giorno in futuro si sa questo fatto. Poi si sa che cosa è stato uno. Poi si sa che è stato uno. E poi si sa dove uno era da. Un giorno in futuro si rivelerà questo fatto.Un giorno in futuro si sa questo fatto. Poi l'uomo si sa che cosa sei. Poi l'uomo si sa chi sei. E poi gli esseri umani si sa da dove vieni. Tu, gli esseri umani, tu sei mio figlio e mia figlia. Questo è un messaggio da parte di Gesù Cristo 1500 anni. Ves árboles en Marte en la Mona Lisa.Se ve una vista panorámica de Marte en la Mona Lisa. Usted ve el número 51 en la Mona Lisa. Número 51 representa Marte en gematría judía. El nombre de Mona Lisa es un anagrama de Marte y Aeon, el dios de la eternidad. Algún día en el futuro va a revelar este hecho. Algún día en el futuro va a conocer este hecho. A continuación.Usted sabrá lo que era uno. Entonces sabrán que era uno. Y entonces sabrá dónde uno era. Algún día en el futuro va a revelar este hecho. Algún día en el futuro va a conocer este hecho. A continuación, los seres humanos sabrá lo que eres. A continuación, los seres humanos sabrá que eres. Y luego, los seres humanos sabrá de dónde eres.Usted, humanos, eres mi hijo y mi hija. Este es un mensaje de Jesucristo 1500 años.你看
在火星上的树木中的蒙娜丽莎，你看，火星上的一个全景蒙娜丽莎，你看51号的蒙娜丽莎，编号51代表火星在犹太格马弗里亚的蒙娜丽莎，这个名字是火星和永望，永恒的神的字谜。有一天，在未来，你就会发现这个事实，有一天在将来你会知道这个事实，然后你会知道什么是一，然后你就会知道谁是一，然后你就会知道一是从，有一天，在未来，你就会发现这个事实。有一天在将来你会知道这个事实，然后你，人类，就知道你是什么，然后你，人类，就会知道你是谁，然后你，人类，就会知道你是从哪里来的，你，人类，你是我的儿子和我的女儿，这是耶稣基督1500年的消息。あなたはモナリザの絵の中に火星に生える木を見ます。あなたはモナリザの絵の中に火星の風景を見ます。あなたはモナリザの絵の中に51という数字を見ます。51というのはユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。モナリザという名前は火星、マーズと永遠の神イーオンのアナグラムです。いつの日かあなたはこの事実を暴くでしょう。いつの日かあなたはこの事実を知るでしょう。その時あなたは私が何であったかを知るでしょう。その時あなたは私が誰であったかを知るでしょう。そしてその時あなたは私がどこから来たかを知るでしょう。いつの日かあなたはこの事実を暴くでしょう。いつの日かあなたはこの事実を知るでしょう。その時あなたたち人間はあなたたちが何であるかを知るでしょう。その時あなたたち人間はあなたたちが誰であるかを知るでしょう。そしてその時あなたたち人間はあなたたちがどこから来たかを知るでしょう。あなたたち人間よ、あなたたちは私の息子であり娘なんだよ。これが1500年後のイエス・キリストからの私たち人間へのメッセージということになります。広島林浜松 City Japan。